移直とは、天皇の直に違うことによる罪のこと。移直罪とも。本来の律令法における趣旨は、直の手続きに違うものに対して適用される罪であったが、後に、直の内容あるいは直視に抵抗する行為を指すようになった。ただし、その罪の適用は格式によって拡大されてきたと考えられ、妙暴化の間でもその具体的な適用範囲などに、 ついては意見の相違があった。中世以後においては、訓下苔字敗後となりと解され、漠然と天皇の命令に逆らうことと考えられる。特にこれに該当する訓下は直感などの訓下社会では、法築に相当する処分を受けることもあった。明治初期の刑法典である、改定律令278条には、異直罪という罪名が置かれて、 違法とされたが、以後天皇の立憲君主化に伴って一直そのものが罪に問われることはなくなった。ところが、大正政変の際に、大正天皇より、久下出身の立憲政友会総裁、西恩寺金持に対して、第三次、桂内閣への内閣不信任案を撤回させて、政友会を内閣に協力させるように直命が出されたものの、政友会の大義士たちは自分たちは、 日本国民の代表であるとして、西恩寺に付き換えさせた。このため、勝ツ内閣は倒れたが、西恩寺はこれは移植罪であると言って、総裁の辞表を提出するとそのまま京都に併居してしまった。以後、西恩寺は原高志らの説得にもかかわらずしばらくの併居生活を送ることになった。ありがとうございます。